もそっくり本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートの取引式の食べ物です。こっちがホットかな、今日はこっちがプレーン。ファミチキを超えた問題児と言ってみますと本当なのかな。それではまずはこちらの多分赤いのがホットだと思うんですけど、からいただきたいと思います。ではチャンネル登録よろしくお願いします。衣はさ、確かにファミチキよりサクサクしている気がするんですけど、中の鶏肉があっさりしている感じですね。なのでどちらかというとファミチキを超えたか超えていないとかではなく、あっさりしたものが好きなのか、旨味が強い方が好きなのか、衣のサクサク強い方が好きなのかで食べ分けるのがいいかなと思います。で、それを踏まえてみると、チキンというよりはカリカリした鶏天のような印象で、あっさりでなことができました。で、ホットの方は結構刺激が残ってきますね。てくるような辛さなので、そこで好みが分かれかなと思います。まあ、いずれも好みで食べ分けるのがいいと思いますね。どちらもこちらの点数とさせていただきます。違う味も食べてみたくはなりましたね。ご視聴ありがとうございます。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。